本当の心を先週のね、終わりの言葉を鮮明に覚えてるんですけど、明日、河野さんは兄弟周りを片付けると、うん、うん、はい、言いましたね。片付きましたよね。そうですね、おそらく、うん、まあ、あれからまたちょっと引いたったんで、うん、どこか引いたったからちょっとほこりが溜まってるみたいな。あ、やっぱり、まあ、あるかもしれないですね、はい、片付けってでもやっぱ難しいというか習慣ですよね。はい、習慣ですよね。そうです自分で。でもね、私はもうできない人なんです。もともとできなくて、できないってことないんですけど、いやでもしてはる、してはるでしょ。ね、全体をさーっとするんですけど、一個一個にこだわってる暇がない気がします。一緒かな、じゃあ。いやいや、一緒と違うと思いますけどね。そうそう、それでね、こうやっぱりこう生活してる、ね、家族で生活してると、気になるところがそれぞれ違いますじゃないですか。なんで気づいた人がやればいいと思うんですよね。あ、気づいた人がね、うん、だから河野さんの場合も兄弟周り注意した人がいたとしたら、うん、ならば家族が、うん、その人がその人がと思ったりもするんですけどね。うん、それはありますよね。でも一人の兄弟やったら、私自分の部屋です。自分の部屋です。そうですね、うちは割と共有のスペースが多いんで、なかなか、ね、全員で見張り合いじゃないですけど、でもどっちかというと物がやっぱり増えてくるんで、子供たちとかが大きくなっていったりとかすると物が増えていって、初め何もなかったところにポツンポツンポツンといろんな物が増えていく感じがしますね。それを片付けるタイミングっていうのは、その人が片付けたいと思った時やと思ってた。なのでこう口うるさく片付けろと言っても片付けないし、自分も片付けないと思うんですよね。何言ってるか分からない。割とこう役割分担でというか、まあまあまあ、気がついた人が綺麗にするみたいな感じになる、やったらいいんちゃうかなと思いながら暮らしてます。ですね、そうですよね。でも部屋、ね、川野さんは部屋が、自分の部屋がって言ってはったんで、他はそうじゃないっていうこと。だからみんなで共有してるスペースは割と片付いてるんですかね。片付いてるというか、まあ、普通というか、普通に毎日ちゃんとの普通のレベルで、ね、まあ、こう片付いてるみたいな。だってどうしても掃除機とかかけへんかったらもうすごいことになりますもんね。なります、なります。1日抜けただけでね。そう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 。